ビッグシーフはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリン出身のインディーロックバンド。2015年に結成され、現在までに4つのアルバムを発表している。メンバーはエイドリアン・レンカー、バック・ミーク、マックス・オレアル・チュク、ジェームズ・クリブ・チェニアの4人。2016年のデビューアルバムマスター・ピースが話題となり、インディーロック、フォークの新鋭として知られるようになる。 2017年に2作目のアルバム、キャパシティを発表。2019年の2枚のアルバム、UFOF、2ハンズは高い評価を受け、UFOF がグラミー賞のオルタナティブミュージックアルバム部門にノミネートされた。ギターボーカルのエイドリアン・レンカー2015年、ビッグシーフが結成される。メンバー4人は全員バークリー音楽大学に通っていたが、 グループを結成したのは卒業してからだった。2016年5月27日、デビューアルバムマスターピースをサドルクリークからリリースする。2017年6月9日、2作目のアルバムキャパシティをサドルクリークからリリースする。2019年5月3日、3作目のアルバム UFOFO4AD からリリース。同年10月11日、 4作目のアルバム2ハンズをリリースする。UFOF は第62回グラミー賞のウルタナティブミュージックアルバム部門にノミネートされた。スタジオアルバムありがとうございます。